安全地帯設置前の競輪場前、停留場競輪場前停留場は愛知県豊橋市東田町にある豊橋鉄道東田本線の停留場である。停留場番号は11。豊橋競輪場への最寄り駅であるが、停留場から競輪場までは約500メートルほどあり、競輪開催時には豊橋駅前から無料のシャトルバスが運行されるため、 競輪場へ行く客はあまり利用していない。留置線があるため始発、終着の電車が左右に何本か存在する。平洋軌道上に短式の安全地帯一面一線がある。上下線の乗り場を共用するため、赤岩口運動公園前駅の電車では、進行方向に向かって、右側の扉から乗車する必要がある。駅付近に豊橋鉄道の市内線営業所があり、 その建物の隣へ、電車留置線が伸びており、常時車両が留置されている。東田本線は、駅前駅東駅間は伏線だが東駅、赤岩口停留場、運動公園前停留場間は、単線となる。また、安全地帯設置前は、道路上に塗装が施されたのみの乗り場2面2線であった。設置後は、豊橋駅前から来た列車は、赤岩口停留場、 運動公園前停留場から来る列車が当駅を出るまで約4分程度待たなくてはならなくなったため所要時間が1分前後伸びることとなった。ありがとうございます。